蛇みたいな感じです。まあ、何回も、何回か引き込まれた強さっていうのはどれぐらいなんですか？いや、強さっていうか、まあ、あれは想定内で引き込んでくるだろうからってセコンドにも言ってたんで、強さとかは分かんないけど、まあ、あそこからなんか抑え込んでコツコツ行ってもいいんだけど、まあ、それだと今までの俺ともう何も変わんないなと思ったし、とにかくクロンっていう最高のグレイシア相手に守りに入らず自分を変えて思いっきり挑みたかった結果がこうなりました。俺よりクロンの方が強かった。何回か飛び込んでいくシーンを見てそういうのがすごく伝わってきたんです。はい、とにかく、はい、あれはまあ踏みつけ飛び込んジャンピング踏みつけ飛び込んで足絡めてきたところ抜いてサッカーブロキックまでも練習でやってたんですけど、うまく足か抜けなかったですね。まあ無理にあんなことする必要ないのかったのかもしれないけど、うん、でそれでもなんだろう、自分を変えたかったし、まあ、みんなの期待に応えたかったし、まあ、みんなの笑顔を見たかったんですけど、まあ、結局たくさんの人にお世話になって日本に戻ってくれて、まあ、結局何の力にもなれなかったなっていうのは正直今の気持ちです。気分的にはフラストレーション溜まってますか？いや、フラストレーションっていうか、まあ、どうすればいいのか、もうこれ以上、まあ、期待されることもないだろうし、まあ、期待を裏切るのも、なんか怖いかなっていう気持ちは今はあります。次の試合は今のところは考えられない感じ。そうですね、なんか試合前はね、勝ってみんなに伝えたいこともあったし、4月の横浜の大会も出るつもりだったけど、もちろん試合はしたいし内地を盛り上げたいけど、まあ、俺じゃ力不足なのかなっていうのもあるし、まあその辺は俺はこれからもファイターで続けたいけど、周りが許してくれるのかなっていう、その辺は周りに委ねるしかない。まあそれがプロスポーツだと思うし、もう前いらないって言われたらそれだけなんで、まあその辺は分かんないですね。ありがとうございます。他にご質問ある方、はい、前から行かせていただきます。ファイトスタイルのことなんですけど、プライド時代に殴れを楽しんじゃうような感じ選手がいて、その後スタイルを変えたんですけど、今回また、まあ、戻したというか先に進めたっていうのはどういう理由があったんでしょう？いや、まあ、10分の試合時間っていうのもあって、まあ、USC のような広いオクタゴンで動く、ま、回れるのとコーナーがあるリングの違いもあるし、そういうのも含めて10分間動き続けるのは、まあ、無理だなと思ったのと、まあ、クロンに逆にプレッシャーを与えたいと思って、昔のスタイルっていうかどっしり構えて打つスタイルでずっと練習したんですけど、まあ、それもクロンには通用しなかったかな。1ラウンドのクリンチアッパーだったりボディーだったりの手応えいかがでしょう？いや、まあ
ボディ効いてたかなと。1ラウンドはとにかくボディで攻めて、2ラウンド目顔狙おうかなと思ってたんですけど、まあそれもうまくいかなかったですね。久しぶりの日本のリング、プライド直系のリングっていかがでしょう。いやどうですかね、まあ、とにかく、まあ、日本に帰ってきていつまでできるか分かんないし、あのいつ終わってもいいように、とにかく後悔だけはしないようにって、毎日できることは全てやろう、練習以外もね、あのできることは全てやって試合に挑もうと思って、まあ、きつい部分もあったけど、それはまあ自分が望んで日本に帰ってきたんで、まあ、後悔はないし、まあ、とにかくけど一番大事な試合の部分で結果が出なかったんで、まあもうちょっとどうしていいか分かんないですね、うん、ありがとうございます。他にご質問ある方。